ックバック、星さん。ワンパンマンの作画担当している超絶作画のお上手な魔人のような村田おすすけは、少年期にメガマンのダストマンのデザインが採用されたくらいの超絶絵の上手な小さい頃からギフト持ちの魔人だったのぜ。だけどデビアンタートとかにいる自分よりも若くて絵が上手な絵師を見ては日夜嫉妬するようなガチの狂人なのぜ。この漫画は小学校で家族からも友人からも絵がお上手と褒めたたえられていた学園カースト上位の JC がある時引きこもりの JC が描いた4コマが自分よりもお上手だと自尊心を大きく傷つけられます。そこから漫画を描くこと以外の一切に興味をなくし、学園カーストも勉強もどんどん下落してしまい学園カースト最下位まで落ちてしまいます。そこまでしても自分が打ち倒したい不登校の JC には勝てずについに諦めてしまいます。小学校を卒業するときにたまたま自分が何年もコストを払っても勝てなかった引きこもりの家に卒業証書を渡しに行ったら、なんとその引きこもりは自分の4コマの大ファンで自分の漫画のガチオタだったことが判明。今まで一度も勝てないと思っていた自分の倒すべき相手が実は自分のことを尊敬していて、自分が勝っていたことを知ったことで有頂天になり、途中でやめた4コマは実は漫画雑誌に投稿するからやめたと嘘をつきます。この自分の倒すべき相手に自分が実は勝ってたという後の雨のシーンが超絶最高で、だけでこのメインキャラの心情をめちゃんこ上手に表現しているのぜ。その後ビチャビチャのカバンをほっぽり出して漫画を描き始めるシーンなんかもディズニーのアップの冒頭の30秒を見た時と同じくらいあんこが震えたのぜ。この後この二人は協力して漫画を描き始めて、中学高校の6年間で賞を総なめにし、いよいよ連載しないかって時に二人の音楽性の違いが発覚してたもとを分けることになります。ここからネタバレ。この漫画はこの後なんやかんやあって引きこもりの方がガメをベラする展開があり、その後いろいろあってルックバックして、そこに自分が漫画家を始めた理由を見て漫画家を再びやり始めるというシナリオなので、とても綺麗に出来上がっているのです。ここからはうちらおまんじゅうの好みの問題であり、この漫画が面白くないわけじゃないってはなしなのぜ。武装錬金って漫画では月さんも書いていましたが、我々おまんじゅうはハッピーエンドが好きです。理由はエンタメは金と時間を投入しているので、ハッピーエンドじゃないとうちらにとってコスパが悪いからです。でこの藤本たつきは内田英二と同じような癖を持っており、おまんじゅうたちはこの何でもガメオベラを挟めばいいってわけじゃないって部分の価値観と合わないです。うちらの願望を入れるなら最後にイフの世界線と混ざった世界で京本生存ルートで終わらすのぜ。最後がとてもスカッとしないので、おまんじゅうたちはモヤモヤするし、しっかりハッピーエンドしてくれよって思うけど、前半の描き方や設定がめちゃんこ上手だし、この作家は自由に漫画を描かせると本当に前半はいい漫画描くなって思う。例えばさよならエリはそのモヤっとする部分をしっかり対策立てて描いた作品なので、そんな漫画、